0120-24-3399 まで。お電話お待ちしています。負けたことを思い出してすごく腹が立ちました。自分も IC の60シングルのベルトを持っているので挑戦してください。子供の日じゃないですか、5月ですから。なのですごく調子に乗ってるんですよ。子供の日に勝つのは子供だとか言ってるので、それをもう踏み潰して大人の自分が、まあ、いろんな人生経験を教えてあげたいと思います。子供の日なので、子供の日は自分は子供なので、後楽園のメインも勝って子供の夢を守って、自分が後楽園のアイスリボンの主役になりたいと思います。 ICE クロス60選手権試合、王者藤本司対挑戦者つくし。しゅんさんと2人リモートアップ選手権に挑戦したいです。まさかタッグを組むなんて思わないので、これでさらにそのプロレス界、さらにはその外にもう旋風を巻き起こしていけたらなと思います。インターナショナルリボンタッグ選手権試合、桜恵美、レイ対志田ひかる、シュリ。富谷がどこまで本気でベルトを取ってくる姿勢を見せるか楽しみですね。タイトルが決まったベルトはじいちゃんのものだよ。 JWP 認定ジュニア &POP 選手権、王者カゲス対挑戦者富谷。5月5日ゴールデンウィークなのでお祭りっぽくしたいなと思いまして、決定したのがミックスドタッグワンデートーナメント。この真面目なタッグトーナメント全8チーム参加、 GOGO ゴールデンミックスドタッグトーナメント。ナルミア、ナルミア、ナルミア全部自分の2番選手、同じような選手は2人アイスリボンにはいらないと思ってます。ダンスの何だろうか、ダンスの心の精神の何だろうか、自分は身をもって後楽園でダンスなら踊れるのがそこにも行って。シャルウィンダンスタッグマッチ、松本宮子、ナルミヤマキタイ、星ハムコ、宮城モチ。5月5日後楽園ホールゴールデンリボン2011、まもなくスタート。ゴールデンリボン2011ご来場ありがとうございます。はい、ゴールデンウィークということで、本日東京以外から来てくださった方は拍手をしてください。じゃあね、アイスリボンに今日初めて来たよという方は拍手をしてください。はじめまして、私がこの団体のトップアイドル、さくらえみなんです。まあまあ、あのね、この世にはそういうことにしておいた方がいいっていうことがたくさんあるんですよ。はい、ということで私からの呼びかけに今から3回アイスリボンと言って答えてください。いきます。プロレスでハッピーになろう、ダンスとプロレスの国、奇人変人、すみません調子になりました。はい、これは本日の3つとワンデータ
させていただきました。はい、初めての方に私たちがどんな気持ちでプロレスに取り組んでいるかを自己紹介させていただきます。皆さんにはおなじみですかね、はい、見てるよりやったらもっと面白い女子プロレス、やったらハマった女子プロレス、小学生でもできるぞ。現在放送中、ラブロマンスバラエティスーパー熱血ドラマ祭りがある、見てるか。それではいつもの行ってみて行ってみたいと思います。調子はよし、気分は最高、アイスリボン行くぞ、ファイト王です。それでは本日も全11試合最後まで張り切っていくぞ。調子はよし、気分は最高、アイスリボン行くぞ、ファイト王。シャルウィンダンスタッグマッチ、松本宮子、ナルミヤマキタイ、星ハムコ、宮城モチ。始まりましたアイスリボンゴールデンリボン2011、実況は私村田春夫と、解説はプロレスリングフリーダムズの源太郎選手です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いや、村田さんともう3回目ですか。そうですね、サムライ TV でもね、はい、後楽園ホール大会をお届けするということで、はいはい、うわ、ちょっともう一発目からこれですか。えらいことになりましたね。いや、いいんですかね、チャンネル変えられますよ。いや、インパクトが大事ですか。大事ですかね。同じインパクトでもあの負のインパクトってのもありますからね。いやいやいや、でもね、ほら、はい、今回初めてアイスリボンを見る方もいらっしゃるかもしれません、はいはい、これがアイスリボンだと。いや、それ誤解されてますよそうですか。それはとてつもない誤解だと思いますよ。誤解ですかね、はい、うわ、こんなもんも作って。さあ、星ハムコと宮城モチのティームセクシーでございます。セクシーですか。そのセクシーってのはあのリッキーさんのセクシーと同じぐらいの意味ですかね、それね。そうですね、リッキーさんの場合はさらにストームがついてるんで。なるほど、はい、リッキーさんの域に達するにはもうちょっと経験が必要。そうですね、もうちょっとしないとストームまでいかないと。そうなんですよ。まあでもね、今やね、もうこの2人、はい、セクシーといえばハムコとモチというぐらいプロレス界に浸透しております。浸透しましたか。はい、まあ、これが あっという間に浸透してしまいますね、これね。あのね、今回、はい、しかもコスチュームも揃えまして、はい、宮城選手はこれハムコ選手のコスチュームを、まあ、あのお下がりみたいな感じですか。これ借りたのかもらったのかは分かりませんが、意外と作ってるかもしれませんね、これね新しく。いや、ヒョウ柄が似合いますね、はい、さあ、ゴングが鳴り響きました。おお、これいつも見るたびに、ね、頭叩いてやりたくなるんですけどね、これ。ダブルのお尻ダーが炸裂です、はい、そしてブルドッキングヘッドロック。ものすごいバスエな匂いがするんですけどね、これ。いやいやいや、どこら辺でしょうかね、場所的には。まあ、そうですね、あの山手線沿いとかそのあたりですかね。なるほど、ちょっと下町に近いような感じですか。そんな匂いをなんとなく感じると、はい、そうですね、はい、いや、でもね、はい、対する松本宮子と、はい、そして鳴宮牧ですね。そうですね、はい、まあ、あのこの選手、鳴宮選手ですか。あの僕もあまり見たことはないんですけども、あのアイスリボンにしてはとてつもなくまともな形でデビューをしたラッキーな子なんじゃないかと。なんかそうらしいですね、あの本名でデビューするというのも、はい、いわゆる本名とか地名が入ってないということですね。そうですね、はい、あの実際のこれ本名じゃないらしいんですけど。あ、そうなんですか。本名ではないらしいんですけど、まああのまあ、パッと見ね、あの本名かと間違えるぐらいまともなリングネームではありますよね、はい、さあ、しかしフェイスクラッシャーから、はい、さらに追撃を加えるが、おお、ローリングチョップ、カナダ入る、カウントは2です。彼女はあの日本舞踊をやっていたらしくって、はいはい、攻撃にそういったの日本舞踊的な、ね、和風の動きを取り入れてるらしいんですよ、これが。ということで、いわゆる今のチョップ、はいはい、それが確実な攻撃力につながるかどうかはまた別なんですけどね。なるほど、未知数ということですか、はい、まあでもね、松本選手はダンシングクイーンですよ、はい、それを考えるとこの松本成宮組っていうのは、はい、ダンシングクイーンですね。あ、なるほど、はい、まあ、確かに日本舞踊もね、和風のダンシングですからね。そうです、そうです。松本宮子はこのバットと成宮はチョップ、はい
これ餅つきですか。餅つかれてますね、はい、手があの叩かれるたびに肉がプリプリいってますよ。いやだからそれがね効果的なんですよ。波紋を呼んでるんです、いわゆる。そうですね。おっとバランスを崩したが、マンマミーヤから、これフットスタンプを狙ったんですね。そうかもしれませんね、まあ、こういったあの失敗をねあまりこうものともしないところが松本都の心の強さですかね。いやハート強いですよね。さあ何を見せるんだ。放送してはいけないレベルではないですかね。いやでも放送しちゃってますね、もうね。しちゃってますね、これ、しょうがないですね、これね。いわゆるこのお腹、顔面、まあ、お腹ウォッシュと言いますか。お腹ウォッシュ、はい、なるほど。お腹ウォッシュ、まあ、息ができませんからね。あ苦しいでしょうね、はい、あとは精神的なダメージですか。はい、さあ、ウスドンを見せて、カバーに入る、はい、今、村田さん、さりげなくウスドンと、はい、いつも僕、モチファクターと適当に言ってるんですけどね。モチファクターいいですね。モチファクターですね。ウスドンですね。じゃあ、宮地選手もこれから、はい、あのモチパックって名前にしてもらって、はい、元ネタがもうないですね。スモールアリアットをかわして、はい、同点空立ち割りから、はい、ダブルのフェイスクラッシャーフィニッシュ宣言ですよ、はい、これはひょっとしてナルミはもう踊ってしまうんでしょうか。これあなんか松本選手はともかくとして、はい、あでもああこれは見事ですね。これはねシンクロさせましたね、それまではなんかあの見栄を切るみたいな感じがね、ちょっと歌舞伎っぽかったですよね、はい、4秒じゃないんですか、ね、和風なら何でもいいんでしょうか、はい、とりあえず和風テイストということで、はい、成宮選手は、ねはい、日本文化は偉大ですからね。あハンマースローロープを振るだけでもね、さあマンマミヤを挟み込んでからなぜ手を離したんでしょうか、そこで惑わされたんですね、あれはゲームワーク散歩です、はい、そしてシャイニングミヤコサードナルミヤにタッチ、これはいい形でタッチできたんじゃないですか。あの僕彼女誤解していましたね、今まで正統派だと思ってたんですけど別にそうじゃなかったみたいですね。アイスリボンで正統派って誰になるんでしょうかね、はい、誰ですかね、誰もいませんね。さあコーナーから引きずり下ろして、おかわして円髄を蹴り飛ばしてから脳天からだけ割りカバーに入る、うん、カウント2。しかしね、ここまで脳天からだけ割りを多用するレスラーといえばですね、デビュー当時のカズマぐらいですかね。あカズマ選手以来、はい、そうですね、ここまで脳天チョップ量こだわる選手というのはカズマ選手以来史上に2人目、2人目かもしれません、はい、デビュー当時からデビュー当時から脳天あセクシーといって合体して落としていく、これも2強セクシーじゃないですね。そうですね、別にていうかお客さんあの形に入るまでプレスするまでお客さんが全く声を発しないというか、ね、形を飲んで見守ったと、ね、いい意味で言えば、はい、さあ向こうがボディープレスかわされた、これは痛い、強烈でした。ローリング空竹割りはこれはガードされましたがストップ、ああ炸裂カウント2、チョップチョップチョップですね。そうですね、今のケニー嫁がリスペクトなんでしょうか。あ潰されました潰されました、うんこのカウント2、たまにこういうことをしてくるのが憎たらしいんですよね。いや油断になりませんね、テクニックなんか見せてるんじゃねえよみたいな。いやでもね、あっとそのままくるりと丸め込んで抑え込んでいく、ハムコ深く5分40秒勝者ナルミヤマフィン、あ勝った本人がちょっと喜んでますね、ちょっと嬉しそうですね、いやハムコ選手ね欠場明けとはいえそうなんですよね、考えてみたらね何ヶ月か北海道引っ込んでましたからね、はい、いや後輩に深くを取るのはこれ悔しいでしょうね。まあ、しかしねハムコと、はい、この持ちですか、はいはい、このチームね多分これからなんかとてつもない破壊力を秘めてる気がしますね。なんか無限の可能性を秘めてますね、可能性って言いますかね、はい、あまりこれ和風な踊りじゃなくなりましたね。本当に成宮選手は日本舞踊をやっていたのかと、はい、疑わしくなってきましたね。あ蹴っ飛ばしましたよ、私より目立つなと、仲がいいんだか悪いんだかさっぱり分かりませんが多分悪いでしょうね、はい、オープニングマッチを見事に制しました。5月5日ゴールデンウィークなのでちょっとお祭りっぽくしたいなと思いまして決定したのがミックスドタッグワンデートーナメントというわけで
GOGO ゴールデンミックスのタッグトーナメント。ルール説明から。このトーナメントは全8チームのミックスとタッグ参加による今宵限りのお祭りトーナメント。準決勝までは5分1本勝負、決勝のみ10分1本勝負で争われ、決着はフォール、ギブアップ、そして時間切れの場合に行われるじゃんけんにて勝敗が決します。参加チームは誠&沢宗則組、南光、大岡健の健と光、新田猫、大石誠のニャンズクラブ、内藤メアリ、ザトウイチ組、くるみ、入江重弘のクマぐるみ、リホ&菊太郎組、タマコ&音量組、安藤愛香、矢郷義明のミニスカコブラの以上8チーム。果たして優勝の栄冠はどのチームに？ゴーゴーゴールデンミックスのタッグトーナメント。今回のゴールデンリボン、はい、ゴーゴーゴールデンミックスのタッグトーナメントというのが開催されまして、はい、ご覧の各チーム、参戦しておりますが、はい、これどういうことなんですかね。いきなりミックスとタッグって、これはですね、はい、この GOGO ゴールデンミックスとタッグトーナメントというですね、はい、とてもやっつけなタイトルから分かる通り、はい、はい、案に困ったアイデアに困った桜井美がね、適当に組んだという、はい、適当なんですか。とても適当だと思います、はい、そもそもなんでこれに源太郎さんが入ってないんですか。ね、桜井美はまあ気まぐれですからね、はい、はい、私を長いこと干す時もあれば、はい、レギュラーで使う時もあれば、はいはい、ね、まあ、しかしね、無理やり、ね、独裁者にやらされているような形でありますけども、はい、出場する選手たちはこうしっかりとしたモチベーションを持っていますから、そうですね、このキクさんのようなものすごいモチベーションを。菊太郎選手は完全に安藤愛香選手狙いですからね、まあ、ミニスカポリスですからね。ドロップキック、犯罪者になってもいいと、はい、まあ、むしろ今やってることが犯罪行為に近いと思いますけど、ね、さあ矢郷義明、はい、直伝の直伝ですか、ミニスカコブラツイスト、いけません。まあ、これプロレスで言うなら抑え込みなんですけども、なぜか菊太郎選手がやると、まあ、セクハラと、そうですね、はい、そしてなぜかパートナーのリホ選手にも蹴られてしまいました、ええ、そして本家本元殺人コブラツイスト、これは疑惑ではなく、あ、時間切れのようですね、これね、時間切れ引き分け、はい、トラブルの勝利は時間切れ引き分けのためじゃんけん採点となります。じゃんけん、じゃんけん、はい、じゃんけんぽん、おお、富山の虎矢郷義明勝利で、ミニスカコブラが、ミニスカコブラが準決勝進出、準決勝進出、いや、こういった決着方法もですね、はい、とてつもないやっつけ感が漂っていますよね。そうですね、はい、これによって美女と魔人は1回戦反対、はい、美女と魔人だったんですか。そうなんです、負けてから言うのもなんですけどね、なんですか、はい、はい、そして1回戦第2試合は、はい、剣と光組対ニャンズクラブ、はい、これもね、でも源太郎さん、この剣と光、はい、まあ、南光選手と大岡健選手なんですが、はい、一番タッグとしてのキャリア長いですね。そうですね、はい、どういうわけだか、光ちゃんがね、まだ小学校の時に、大岡さんがかっこいいと突如言い出しまして、言ってました、はい、そうですね、そこから始まったタッグですけども、まあ、光ちゃんも高校2年生になりましたからね、そうですね、未だに大岡のことをかっこいいと思ってるかどうかはまあ別として、はい、はい、まあ、一番バランスは取れてるとは思うんですけども、まあ、大岡健はですね、はい、このトーナメントに優勝するために、はい、今までタッグを組んできたと豪語しています。あ、はい、なるほど、大岡なりのとてつもないモチベーションがあったわけですね。あります、炎のスピアが炸裂です。対するニャンズクラブ、まあ、共に猫と猫好き、これですよ、これこれはカットに合いました。そしてそのまま十字固め、いやチャンスの当たりがピッチが待っていて、そのまま3カットゴール、おのれーめ、おのれ、いや、大川はともかくね、ここで光ちゃんが勝たなきゃいけない場面だったと思うんですけどね、いやちょっとポカをやってしまいましたね、ポカりましたか、ちょっと、これ誰が勝って誰得って感じなんですけど、いやいや、伏兵ですよ、伏兵ですか。さあ1回戦第3試合、熊ぐるみと熊ぐるみですね、玉子音量組、こちらは名前がないんですね、まあ仮に温玉とでもしておきましょうか。温玉ですか、はい、
音量タバコで音玉ということで、はい、さあでもね、はい、これがね、まあ噂の玉子選手ですかね。そうですね、私もこれ見るの初めてかもしれません。初めてですか。あの以前前回の後楽園 で、あの時玉子の出番5秒ぐらいでしたからね。そうですね、あっという間だったんで、はい、おエルボー合戦、なんか今ので全てが分かったみたいな気がしますね。見抜かれましたね、はい、これが玉子です、はい、あこれ今本当にサムライ TV なのかどうかというね。そうですね、ことすら疑わしい、なんかこういうチャンネルありますよね。ありますね、はい、いや小学6年生対、はい、玉子という玉子で小学6年生と玉子です、はい、いやさすが入江茂弘、返しました返しましたよ。玉子がどんな選手か知らないんでしょうね、多分入江選手。そうですね、はい、普通だと思ったんでしょうね、きっとね、ダメダメダメ、これこれ垂直落下、やりますよ。お今小沢さんが間一髪、はい、ここでタイムアップですか。そうなんですよ、ひょっとしたらあの今のね音量選手のパウダー攻撃で玉子が入江に勝ったかもしれませんね。そうなんですよね、はい、もうあと5秒早くです。そうですね、さあこれ手出したんですか。今のタマコ後出ししましたよね。しかも3秒ぐらい後出ししましたね、はい、後出しして負けるって初めて見ましたよ。グーより強いのは何だろうって考えた末にチョキを出しましたね。あこれはさすがの音量選手も、はい、亡霊でありながらバカ負けしてしまったと成仏されちゃいましたね、はい、さあ気を取り直しましょう、はい、今度は内藤メアリ座頭市のザチームビジュアルショックビジュアルショック、あ最近のね、座頭市はトリプル6で、ね、ビジュアル系だと言っていじられてますからね。あそうなんですか、はい、だからあんな派手な格好してるんですね、はいはい、あれ内藤選手が椅子攻撃かと思いきやエアギター、椅子でエアギター、これ、はい、怖いですね。これは多分気持ち悪い攻撃ということなんでしょうね。さあ、誠も負けじとそこに澤宗則が、あドラムですね。澤君はエアドラム、そしてさあエアボーカーですか。バンド結成ですよ。なるほど、これが一体何の戦いだったのか一瞬忘れかけましたね。そうですね、これ内藤選手ってこんなキャラじゃなかったような気がするんですか。そうですね、座頭市と組んでしまってね、なんかビジュアル、なんか変なこう魔女みたいな化粧もしてますよ、これが彼女なりのビジュアル系なんでしょうね。ビジュアルバンドに目覚めてしまったと。あとてつもない、まさかこれで、ダブルダブル2で3カウント。あのバンドコックは一体何だったんでしょうか。まあとりあえずエアバンドができればそれでよしと、まあ、サークはエアバンドができてちょっと満足げな表情してましたが。そうですね、はい、まあこの2人も優勝候補ですからね、はい、さあそういうことでトーナメント表が出ています。はい、ミニスカコブラとニャンズクラブ、クマグルミ、そして澤誠組が準決勝進出という形になっております。この後決勝戦進出をかけてこの4チームが激突します。果たしてどのチームが優勝するんでしょうか。興味ありますか。興味ありますよ。興味ありますか、ということで準決勝です。いきなり準決勝です。まあでもさっきのトーナメント表を見るとですね、あれだけを見るとなんかすごいことが行われてるみたいな気はしてきますね。すごいことは行われてますね。ますね、確かにね、はい、はい。意外とこの組み合わせだけを見たら結構興味深いですからね。矢後さん対大石誠、いや、ね、千葉方面の方には特にたまらないですね。たまらないカードになりますね、はい、今つば引っかけましたか。つば引っ掛けてからキャッチングしたな。ミニスカコブラ対ニャンズクラブという、まあ伏兵同士のね、まあ、そうですね、準決勝となっています。お足を捕まえてから新田猫が猫ポーズから先頭 RVD ですか、そしてこれはテキサスクローバーホールドの体勢。これは膝の弱い矢後さんにはちょっときついかもしれません。きついですよこれ、はい、足長いですね、これは苦しい、悲鳴を上げています。富山の怪人が悲鳴を上げています。安藤があら来ちゃいましたか。張り手が引かないと見るや、これはさすが本職。そうですね、これはちょっと間近で、ね、見ると男にはたまらないものが。いやさすがの大石誠が首を振っています。あーって言ってますね、必死で葛藤さ、あー抱きついてしまいました。自分に負けてしまいましたね。
これで大石選手、女性ファンを500人ぐらい失いましたね。そうですね、もともとそんなにいたんでしょうかね。いやでも至福の時ですね。そうですね、まあ、確かに500人を犠牲にしても構わないかもしれない、ね、いやこれはね、そういう顔をしてます。目の前にパンドラの箱がありました、思わず開けてしまった大石誠。ささやくようにピックマードック、ブレイマスター。ささやくって新しいですね、遠くに聞こえませんね、これはニッタレコ2でカットします。さあ今の一撃は効きましたよ。3分経過ということは残り時間が2分ということですか、はい、さあ来ました、来ました、殺人コブラツイストの序曲です。はい、本当にね、ヤコさんのコブラツイストは殺人級に痛いですからね。いや本当全身バラバラになりますよ、はい、そのまま絡みついていく、コブラは絡みついていく、必死に逃れる。さあ大石誠がこの手をしっかりとキープしていきますが、引っかいた、そこに安藤愛がカットに入ります。これは直伝ですよ、直伝、直伝、おお、来ました、ミニスカコブラツイスト、はい、そのままブランドコブラツイスト、カウントする。今のが決められないのはちょっと痛いですね、外痛かったですね、しかし安藤は矢後義明に勝負の行方を託しました、はい、お、残り時間1分、はい、さあ残り時間1分です。もう一度、もう一度、これは手がロックされたらまずい。顔面かきむし、アイアンクローだよ、クローではないですね、間一発逃れました。完全に新田猫を捉えています、安藤愛花。ナックル、しかしだいぶやっぱ腰に来てますね。残り時間30秒、残り時間30秒、30秒、これは早いところ、早いところ、コブラツイスト、さあジャラーン、すごい角度、大石誠バンジーキュースか、これも自力で返す。これ安藤は見えませんけど、今必死で猫を止めてるんですね。猫を止めてます、止めてますか、はい、さあ必死に矢後義明はコブラに全てをかける。あれがクラッチされてしまったらまずいわけですね、ここで時間切れ。これは1回戦と同じですね、これね、はい、じゃんけん採点となります。またじゃんけんですか、じゃんけんです。要はじゃんけんが一番強い人が、あ、なるほど、優勝するという、ね、あ、それは言えますね、さあ今度こそ、はい、おっと、これはニャンズクラブは、あ、どちらが出るかということのじゃんけんですね、はい、これどうやら新田猫選手の方がじゃんけんが強いと。新田猫選手は宮本信子さんに似てますね。マルサの女ですね、はい、査察に入ったんですね。そうですね、はい、入りましたね今、で最初はグーじゃんけんパン、あ、ヤンズクラブ決勝進出。ミニスカコブラここで敗れる。しかしね、ミニスカコブラ、まあ、せっかくね、安藤選手、矢後さんからね、コブラツイストを受け継いだと言われててね、先ほど猫選手にやってましたけども、ぶっちゃけコブラツイストよく知らないんじゃないかと思うんですけど、いやまだまだね、コブラツイストの理解度が足りないですね。はい、まあ、次回の、ね、タッグトーナメントに期待しましょうということで、期待したいですね、はい、あるんですかね。さあということで、はい、決勝進出はニャンズクラブということで、おなんかすごいトーナメントに見えますよこれ、はい、果たして反対側から来るのは熊ぐるみか、それとも澤宗則誠組かということで、はい、試合の方見ていただきましょうか。果たしてニャンズクラブと対峙するのはどちらのチームになるんでしょうか。どっちが出てきても大変なことになりそうですね。そうですね、事故は起きそうですね、はい、しかし、あ、誠が、これは誠選手が入江を出てこいと、お、なんかこのトーナメント見て初めてプロレスらしい場面があったような、ね、そうですね、あ、違いました、え、相撲です、相撲やりたいんですか、はい、別に入江は相撲取ったことないんですけどね。まあ、ああいう暗黒型の人は全部お相撲さんに見えるんでしょうね、はい、はい、いやしかしながらぶちかましには自信があります、入江茂弘、すごい真剣な顔して挑んだ俺にはあっさりと倒されてしまいましたね、
そして先ほどのタバコに対しての、ね、攻撃見ても分かるように、入江選手全く空気を読めませんからね。そうですね、ほらひどい扱いです。全力でぶつかりますね、はい、あ、完全に繊維喪失。誠を解放している間に大事故が、あの、まこちゃんこれ今サークを見せてましたね。見せました、はい、しかし回転蹴りめげていませんね、バックに回ってからジャーマンを狙いますが、負けじと入江も一回転蹴りオーバーヘッドキックです。結構右軽いんですね、入江軽いですから本当に、はい、あ、さあ来ましたよ。いやでもこれは心情的にはね、あのくるみちゃんに勝ってほしいですね。お、心情的には、はい、はい、やっぱそこら辺は何かくるみちゃんには何かあるんでしょうか。いやてか小さいですからね、小学校6年生で頑張ってるということで6年生ですよ、はい、ね、周りはみんな大人げない大人たちじゃないですか、はい、ね、ただの大人じゃないですからね。そうですね、大人げない大人たちですからね、はい、さあ、サマーソルトドロップ綺麗に決めていきました。打ち勝ちましたね。そしてバックに回る、お、さあスープレックスか、これを嫌がる誠、バックエルボからロープに飛んでいく、クロスラインかわしてジャーマンスープレックスホールド。いや見事な人間強でしたよ、はい、小学6年生のジャーマンですよ。僕はまだ小6の時プロレスごっこでジャーマンできませんでしたね。いや私もできませんでしたね、やっぱローリングダブルチョップ、あ、危険だ、危険な男が入ってまいりました、はい、サー君は、あ、ごめんよと言ってます。一応子供をいたわる気持ちはあるみたいですね。両親の呵責はあるようですね、はい、あ、しかしこの4の字固めは厳しい。あ、もう全然その表情には何かごめんという気持ちはありませんね。ありませんね、くさびだです。あ、ディリーベア、いや全くガードできませんでした。いいです。そしてシャイニングウィザード、しかし思いっきり分断されました ね、危ない、あ、クルミちゃんがまさか本当に当てるとは思わなかった。容赦ないですね。さらに誠が、あ、トップロックからのジャンピング無気力キックから、ひどい、やりすぎボーイ、これはひどいです。大人げないですね。大人やりすぎにも程がありますよこれ。ゲンタロウさんがおっしゃったように、はい、こういう本当に大人げない大人が周りにいるんですね。そうなんですよ、これだからプロレス界っていうのは本当に、ね、やったもん勝ちの世界ですよ。オイスルとはやっぱね足を踏み入れてはいけない世界ですよ、はい、いやでもこれでニャンズクラブと誠沢組ということで、そうですね、決勝戦は浜田さん、くせ者同士の決勝ではありますけども、ちょっと沢選手もやりすぎたかなという顔で見てますね、ちょっとくみちゃん泣いてませんか、大丈夫ですか。大丈夫ですかね、はい、誠選手はすごい嬉しそうですね。嬉しいですかね、はい、ラブポーズ、児童虐待の挙げ句に決勝進出ですか。そうですね、全くその通りだと思います。本当ですよ。さあ果たして、優勝した後には一体何があるのでしょうか、さあということで今皆さんに見てもらいましたこのシュールなトーナメント表、はい、はい、いかがでしょうか。背景は何ですかねこれ。背景はなんか、なんかの宝の地図じゃないですかね。宝の地図ですかこれ、はい、意味が隠されていたんですねこれ。富谷G、突然のタイトル挑戦表明、その理由は？ほら、あのベルト JWP さんが管理してるじゃないですか。あれ取ったらもしかしたらブルシオさんに褒めてもらえるんじゃないかというこの心がありまして、多分それで一回表明させていただいたんですけど、自分は別に大丈夫なんですけど、会社が何て言うか分かんないので、会社の返事を待ってたらお願いします。この日は保留となったタイトル挑戦だったのだが、かげつさん、大阪の時の答え聞かせてください。富谷ち、お前とシングルはやってやるわ、でもベルトはかけない。お前な、このジュニアのベルトをな、自分がな、どんな気持ちで取ったか分かってんのかな。いや、分かんないです。あの、他人の気持ちを、すいません、ちょっとやっぱ、あれじゃないですか、かげつさんの自己満足です。ベルトをかけてやるんならな、
な道場マッチじゃなくてもっと大きい会場でもっと多くのお客さんの前で自分がこのジュニアのベルトをかけて戦うところを見てもらわないと自分としてのプライドが許せねえんだよ。以上だ。現王者としてのプライド、そして過去の王者への敬意を込めたこの発言に対してチーは硬い、その硬いの一言しか言いようがないです。考えてることが小さいです。そして行われた10代興行ティーンズでのシングルマッチ、チーは果敢に花月を攻め込むも最後は花月の意地が勝りフォール負けを喫してしまう。しかしその試合後、ゲスト選手に名を勝者花月、自分は愛する者の見方がちょっと変わったかもしれないです。これからどん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 戦っていきましょう。その言葉にチーはすぐがいいです。涙ながらに後楽園でのタイトルマッチを訴えたチー、ついにタイトルマッチが決定。負ける気はしませんというか、もう負けないですね。まあ、トミヤチーがどこまで本気でベルトを取ってくる姿勢を見せるか楽しみですね。プレス会場に大きい小さいもお客さんが多い少ないも体が大きい小さいも見た目でしか判断できない、かわいそうな花月。皆さんが自分宛てにくれた声援は後楽園ホールいや東京ドームよりも大きいものです。この富谷陣には応援団がいるんだ。それはお前らだ。タイトルが決まったらベルトはじいちゃんのものだよ。JWP 認定ジュニア&POP 選手権30分一本勝負、王者花月対挑戦者富谷チー。さあいよいよです。富谷チーがですね、まあ堀しょうゆさんに褒めてもらえるかもしれないというモチベーションで、はい、まあ、この JWP のジュニア2冠を挑戦表明。それだけが理由なんでしょうかね。まあ腹黒の言うことですからね。そうですね、全く信用できませんけどね。我々に全てを明かしてはくれませんからね。そうですね、まあ、でもね、花月にはあのティーンズで、はい、まあ、シングルで負けてますんでね。そうですね、まあダイジェストで見たところ完敗ですけどね。完敗でしたね、はい、今回のタイトルマッチ何か秘策はあるんでしょうかね。源太郎さんはどう見ますこのタイトルマッチ。そうですね、まあ体力とね、あと技量、まあ、全てにおいて、まあ、花月選手の方が上だということは、まあ、注目の一致するところだと思うんですけども、まあ富谷チーがね、花月よりも勝っている、まあ、数少ない要素をですね、はい、最大限にいかに広げられるかという。そうですね、おそらく悪賢さやずる賢さではチーの方が勝っているとは思うんですよ、うん、あとこの紙テープの色、紙テープの量、ドス黒さ、はい、まあでも確かに真正面からストレートに行ったら厳しい、はい、そうですね。花月選手の入場です。さあそして現チャンピオンになります仙台ガールズプロレスリング第20代 JWP 認定ジュニア王者並びに第10代 POP 王者、今回が2度目の防衛戦になります。おまあ、でも花月選手はどうですか、源太郎選手なんか印象はありますか。いやーでもね、やっぱり仙台女子といえばやっぱりね、東京でねあまり交流やらないので、はい、あまり東京のね、中心地のお客さんにとっては印象はそれほどないのかもしれませんけども、やっぱり試合を見てるとね、体格もそうですし、やっぱり女子プロレスのど真ん中を言ってますね、彼女たちはね。まあ、この彼女はですね、花月選手は、まあ、中学時代から柔道で体を鍛えて、はい、しかもプロレスラーになるためにですね、
で入門時でも基礎体力がずば抜けてたというね。これはずば抜けてるですよ。一目でわかります。わかりますよね、はい、この肩といい上半身下半身もくまなく全身鍛えられてる感じが、はいはい、まだ18歳です。18歳、はい、ということはチーは今20歳です、はい、年下ですか。チーよりも年下です、はい、試合は始まっています。まあ、こうやって真正面からエルボー合戦とかしていくと体格に勝るチャンピオンが有利なのは間違いありません、はい、そうですね。まあ、これをまあ源太郎さんがおっしゃる通り富谷チーのその頭脳がどう覆していくか、頭脳と、まあ、あとですね、まあ、他の、ね、アイスエボンの選手に比べるとね、富谷チーは受け身などが結構巧みなわけですよ、はい、受けが強いんですね、はいはい、この小さい体に似合わず、その受けをその受けの、ね、強さをこの、ね、当たりの強さに対して、ね、この受けの強さを発揮して、でいかにこのワルガスコスかズルガスコスか、まあ、インサイドワークをいかにこう隙を縫って発揮できるかですからね。確かに、この144センチの小さな体にはですね、はい、本当に常人では計り知れない何かが、ね、隠されてますからね。そうですね、あ、村田さん144センチじゃないんです、142センチなんです。142です。さらに小さいんです。さらに小さいんですか、はい。いやでもこれカニアチス、これ、まあ、いわゆる複合関節技ですね、もうね、やっぱ仙台女子にはね、やっぱりどんな技においても真剣味というのがありますね。なるほど、はい、もう一つの技だけでもね、もう今の技だ一つでもね、もう追ってやるっていう気持ちがひちひちと伝わりますから。これでギブアップを取ってやる、そこで、おっと DDT 逆襲です。カバーに入る、カウントは2、そして枠固め、さあ関節技で追い込んでいきます。チーはね、アイスリボンの中ではこういったグラウンドテクニックやね、関節技が得意な方ではあるんですけども、はい、あくまでもね、仙台女子にとってはそれが基礎ですからね。そうですね、はい、あ、でもこれ三角締めですね、三角締めで締めていきます。お、あ、やっぱりこれが体格差ですね。強烈なボムで返されてしまいました、はい。こういったチーの得意分野でね、花月を焦らせなきゃいけないんですけど、なるほど、本当は、はい、チャンピオンをどう焦らせるか、そうです、負けるかもしれないってやっぱ思わせて、やっぱそのなんていうんですか、精神的な部分に揺さぶりをかけなきゃいけない。そうですね、まあでもね、里村芽衣子選手に鍛え上げられた花月ですからね。そうですね、ミッドプレスでバキバキにしちゃいましたからね、里村さんね。本当に噂には聞いたことあるんですが、実際見たわけではないんですが、厳しいらしいですね、戦場は。まあ、もうこの体つき見ただけで練習の厳しさがやっぱ伺えますね、はいはい。さあ、これもテキサスブルドーザーです、はい。あ、これヘッドロックだけでいきそうですよ、はい、もうおそらくタマコなら1秒でギブアップしますね、これね、はい、もうこれで終わってますってか、はい、基礎リフリーが止めますね。そうですね、はい。さあ、今度はグランドのサイドヘッドロック、これはロープです。エスケープしてクリーンにブレイクしていきます。チャンピオンのカゲスです。ドロップキック、もうね、プロレスにおいてね、一方が攻めてて一方が受けに回ってるという展開は、まあ、たくさんあるわけですけど、はい、どの試合にも見れるわけですけども、その時ね、攻め手の方がですね、必死な顔して攻めているか余裕な顔して攻めているかでね、だいぶこれ違うんですよ。なるほど、はい、はい。まあ、こっちは間違いなくカゲス選手の方が余裕を持って攻撃してしまっていますから。戦前のインタビューを聞いていてもね、はい、もういわゆる負ける要素がないということを言っていましたからね、はい。ドロップキック、全身を掴んで打ち込んでいきますが、ダウンを奪うことができません。やっぱこれ加熱選手がやっぱ富谷チーズ選手に対してだいぶ自信があるということなんでしょうかね。あ、西の塊でしょうね、これね。うわ、顔面を捉えていきました、ドロップキック。まあ、当然前哨戦といいますか、そのティーンズで勝ってるということも大きいんでしょうけども、はい、まあ、アイスリボンの見方が変わったと、このチーズ戦の後にマイクで、ね、言ってたじゃないですか、はい。まあ、要するに裏を返せば、それだけアイスリボンのことを舐め切っていたということですから。まあ、確かにそうですよ。さあ、ドロップキックの連発からカウント2。まあ、あと相手がこの142センチの富谷選手ということで、はい、なんだかんだ言って体格は大事ですからね。いや、そうですね、はい。ここ最近さくら選手もね、はい、非常に基礎体力というものに、そうですね、また再び突然いたしましたからね、はいはい。まあ、この一戦が何か大きな要因になっているのかもしれません、あったかもしれませんね、お、こんなエルボー、あ、さあ気持ちは折れていません、富谷チーかわして
さあこれ足を片足タックルではなく、これ面白い。さあ回転していく、回転してからのテクドロップキック。さあ小宮チーはトップコーナーですね。何を狙っていくのか。ミサイルキック、しかしまだカルツを倒すことができません、できればせっかく足を痛めたんですからね、足にミサイルキックをやってほしかったですね。なるほど、そういった意味では挑戦者の富谷チもまだ、何ですか、本調子ではないと言いますか、というかいつものインサイドワークがあんまり見られないですね。むしろ真っ向から、わざと真っ向からぶつかろうとしている感じが、いわゆる腹黒らしくないと言いますか。そうですね、白くなっちゃったんですかね、この一戦にかける思いはピュアなのか、スピアカウント2。今度はブレーンバスター軽々と持っていきます。いや、一方的な過熱の展開、カウント2。動きが止まりませんね。そうですね、しかし過熱が今ちょっと渋い顔したじゃないですか、しぶとさを感じ取ってるんだと思うんですよ。なるほど、確かにやれっぱなしに見えますけど、全部チーは受け切ってますから。それは確かに源太郎さんおっしゃってましたからね、おっと、これは DDT にはいかずネックロックですね。そうですね、空中ネックロックですか。さあ全体重をカデツの首にかけていきます。クラッチされてますかね、腕ね。クラッ、こういうところでね、基礎体力差っていうのが出てますね。あとやっぱこの足腰ですね、はい、いや、見るこのやっぱ上半身下半身、はい、目を見張るものがあります、はい、さあしかしこれはエプロンからスワンダイブ、これはかわした。さあそのままオクラホマロール、ガッドツー、今度は飛びついて高角度前方回転エビ固め、カウントツー。さあやっとらしくなってきましたか。そうですね、自らロープに飛んでいく。さあポーンといって、ああまずい、バックフリップ。ティーンズではこれでカウント3、喫しましたが入らないですね、まだ先がありますね、はい、ここスピアフィニッシュ宣言です。ここで決めるぞと言われて本当に決めさせちゃいけないんですよ。いや、そうですよ、でも行かれそうですよ。行かれそうです。あ、これを切り返して、押し潰された。ギリギリ返していく。しかし影が止まらない。ボディーブローから、さあこの体勢ジャングルクラッチ、決まりません。あ、やっぱり、いや、この突進力ですね。うお、かあ、まずい、ここで脇固め、まさかのここで脇固め、タッパタッタッタッ。いや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 、あの流れの中で脇固めをチョイス。そうですね、まあ、影先生の脇固めは何度かフィニッシュに用いてる技みたいですけど、いやチーム悔しいですよね。脇固めはチームを得意としてますから。そうなんですよ、はい、しかもあのような流れる動きの中で、目まぐるしい展開の中で、その何ていうかね、乗り続けないできっちりとやっぱ取れるところで取っていったという感じがしますね。手堅く勝利したという感じなんでしょうけど、はい、まあ、気になるのはですね、チーがいつものインサイドワークをあんまり使わずにね、思った以上に成功法でいってしまったと。試合前の言葉とは裏腹にね、そうですね、当たって砕けた感じがとてもあるんですけども、はい、ひょっとしたらチーなりに何か謎を残ってたんじゃないかと思うんですけど。困りましたね、はい、おそらくその謎の答えを彼女の口から聞くことはできなさそうですから、ね、できないですね、多分ね多分僕ら一生分かんないと思います。分かんないと思います、はい、手を差し出すチャンピオン、これちょっと感謝してね、悩みながらも手は握り返していきました、はい、富谷チー、はい、やでも富谷にとっては、まあ、ベルトはともかくとしてカデッツに対してはね、やっぱ意思報いないといけないですね。そうですね、さあ3度目の戦いはあるんでしょうか。自分はそうですね、前にも言ったんですけど、ベルトは欲しい人が持つべきものである、なおかつ強い人が持つべきものであると思ってるんですけど、まあ自分がそうですね、ベルトを取った時に誰の挑戦でも受けるって言ったんで、その点で自分は逃げたって思われたくないんで、
まあ、今回はとりあえず受けたんですけど、まあ、別に負ける気とかさらさらなかったんで、別に自分はそんなキャリアもあるわけでもないですし、同期とか下に向こうを別に引き立てる、別に引き立てるキャリアでもないので、今はもうベルト取って自分の実力をどん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 アピールしていく、そうやって考えていってるので、まだ全然今は自分の力を他の選手とかお客さんに見せつけるだけですね。希望は叶ってのタイトルマッチだったんですが、勝ってボルショイさんに褒めてもらうっていう、この希望が叶わなかった自分は何なんでしょうか。もうやだ。一番悔しいのは、花月の内臓を出すことができなかったのと、POP のベルト、あのピンクの方を真っ黒に染められなかったのが一番悔しいです。それぐらいしか今日はもう何もないです。本当すいません。もうあともう無理。もう無理です。お願いします。ゴーゴーゴールデンミックスドタッグトーナメント、いよいよ決勝戦です。決勝戦は10分一本勝負です。5分ではなかったんですね、はい、ということはじゃんけんで決めずに済むかもしれませんね。そうなんです。決勝戦ぐらいはね。そうですね、はい、このねニャンズクラブはですね、はい、この決勝戦にじゃんけんで勝ち進みましたからね。そうですね、考えてみたら、はい、あくまでもプロレスの実力ではなく、まあ、プロレスの実力もあると思いま す, ありますか。5分戦いましたから。そうですね、はい、そうですね、はい、主に運の強さで、運の強さというものも大事ですからね、はい、ゲートロー選手はそういうのありましたが、やっぱ、昔からじゃんけん弱かったんですよ。じゃんけんは弱かった。ここぞという時に絶対負けるんですよね、じゃんけん。プロレスにおいてやっぱじゃんけんって結構重要な、かなりね、あの最近のプロレスにおいては特にそうですね。そうなんですよね、はい、侮れません、はい、決着がつかなかったらじゃんけんってね結構見ますからね。見ますからね、DDT 方面あたりで、はい。さあもう一方の決勝進出チームは澤宗則誠組です。これタグチーム名はないんですけどね。ないんですよ、はいはい、なんかこう村田さん的に何か、いやどうなんでしょうね、やっぱやりすぎ関係なんですかね、はい、はい、まあ、変態ではありますけど澤君が、はい、まあ、ちょっと真子ちゃんを変態というのはちょっとはばかられるんですけど ね、はい、誠選手は変態ではないですからね。ないんですけどね、あまりあのめったなこと言えませんからね。そうですね、我々も。おや、あ、ちょっと何がつけてますよ、ちょっと。あ、もしかして、これ決勝戦でやっとタッグチームらしさを出してきましたね、はい、やっぱり真帆ちゃんも変態だったみたいですね。変態だったんですね、はい、安心しました、はい、じゃあチーム名は変態ということでそのものズバリですね、はい、でこれ勝負したりですかね。真帆ちゃん自前なんでしょうか、紫の緑でしたよ、はい、捨てたまま戦ってますよ。そうですね、決勝戦ですよ、これ源太郎さんいやしかしサークにとってはこれが戦争ですからね。まあ、そうですね、どちらかといえば、ね、まあ、ランジェリーは体の一部だという噂もありますからね、さあ猫対変態ですね、あなんか威嚇してますよ。今サーク猫語喋りましたか、はい、緊張感がリング上に走っています。そうですね、私この光景はあれですかね、桜恵美が描いた通りなんでしょうかね、これね。どうなんでしょうねこういう図を桜恵美は描いていたんでしょうか。まあ、今のやり取り、ここ数日のね、よくうちの隣の駐車場で見受けられますよ。はい、夜な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 にゃにゃとにゃにゃって言いながら、お、なんだこれ、タオル、赤いタオル、あ、じゃらしています。じゃらしてますね。新田猫はこれでは全く試合に集中できません。あー、タオルにじゃれています。これは考えました、猫の特性を生かした。お、くるっと入れ替えて、ああ、タオルで腕を縛っていく。ああ、捕獲してしまいましたね、お、そしてドライビングエルボー。猫の怪し方はよく分かってますね。そうですね、勝ってるのかもしれませんね、はい、カウンター2です。そして誠にタッチ。あ、まこちゃんも、まあ、つけてますね、まだ、まあ、つけてますね、はい、外れかかってますが、なんか逆にあー、それで首を絞めていく。いいんでしょうかね、これね。
いや、誠選手もやっぱこういう要素あったんですね。そうですね。これからやっぱ桜選手も考えていかなきゃいけませんね。そうですね、まあ、しかし WW 彼女が目指す WW にはほら、あのかつてはランジェリーマッチとかあったじゃないですか、ね、グランドパンティーとか、はい、ジェリーローラーがすごい喜んでましたよね。そうですね、だから彼女にとってはこんなの当たり前なわけです。なるほど、あ、もうディーバがやってるなら私もやらなくちゃぐらいの。そうですよ、あのチョコレートの中で戦わなきゃいけないかもしれませんからね。さあ、串刺し式の無気力キック、全く猫に対して物おじしません。おそらくこのいじめ方を見るにあたってね、あのまこちゃんおそらく猫は飼っていないようですね。そうですね、はい、猫はあまり好きではないかもしれません。あ、引っかかれた。そして丸め込んでいきます。インサイドクレードル、おー、ニャホール、猫がインサイドクレードルを。そうですよ、あ、そういう時代なんですよ、はい。さあ、そしてこちら猫ではありません、はい、猫好きです。あ、そうね、猫飼ってますからね、はい、大石誠選手、猫好きが極まってついに入場コスチューム の、ね、あの仮面が猫になりましたからね。猫になってしまいました、そしてパートナーも猫を選んでしまったと、はい。まあ、しかしね、あの大石も変態っちゃ変態ですからね。そうなんですか、具体的には、ですね、はい、あまり言えない。そうですね、はい。なるほど。ということは、じゃあ我々はこれから大石選手は変態の要素があるというフィルターをかけて、そうですね、見ていただければいいと。猫好きと変態であるという。なるほど、はい、了解しました。まあフリーになったら ね、そういうところも売りにしていかなきゃいけないですからね、ていうかさっき安藤愛花に抱きついたじゃないですか。あ、はいはい、でもあれは男として非常に、まあ、男としてまあ確かに、まあ、しかしそれをリング上で出すか出さないかの問題もあるじゃないですか。彼には理性がないんです。なるほど、はい。まあ、そのうちこうやってあのリング上で紫のブラジャーを捨てて戦うようになるわけですね。そうですね、まあ、おそらく不思議ではないですね。確かにそうなってもね、澤選手全く違和感ないですね、むしろ誇らしげです。誇らしげです、はい。さあ、イラブパンチはチョークをつかまれてミラクルエクソン、ハイキックかわす、バックに回る、これを切り離しておまんじがため、うわ、抜けた、抜けました、ミラクルエクスタシー、エビで固める、カウント2、イラパンチ、ダブルノックダウンです。いや、これだけ見てるとアイスリボンの中継とは思いませんね。そうですね、さあ双方手を伸ばしています。誠と新田猫タッチできました。無気力キック、もう無気力じゃないですもんね。そうですね、そしてダブルダブルに、これはクリーンヒット、お、いや、今決まってましたね、勝ったのは。残り時間3分ということは7分戦ったってことですね、さあ猫が引っかいた、そしてドロップキック、自らロープに飛んでいって、さあカサドー、カサドーニアですか、止められて、ソバットからフェイスマスター、返していく。よく考えたらですね、はい、この猫はデビューしてまだ2、3ヶ月か3ヶ月ぐらいなんですけど、そうなんですよ、はい、その割には堂々と戦っている気がしますね。決勝戦です、はい、決勝待ってきました、はいはい、しかもニャーニャー泣いてます。ああ、ダイビングサマーソルトドロップはかわされて、逆にでんぐり返しからじゃれてるんですか。じゃれてますね、はい、じゃれてると見せかけて、その十字固め、戻れませんよ。今サーブがカットに入ったんですけど、はい、あの猫ではなく誠の背中に蹴りを加えました。まあやりすぎてますからね、大体いつも。さあ誠と澤、さあこれ危ない、これは痛い誤爆、これをチャンス止めるや、新田猫が飛びついて、さあ来るか、カサドーニャー、強者にとっては目的意識の全く見えないトーナメントではありましたけど、まあ、決勝はね、あの猫にとっては誠越えをしたということで、まあ、意義はあったんじゃないですかね。ありましたね、まあ、誤爆を挟みましたけども、はい、源太郎さんがおっしゃったようにまだデビュー間もないこの新田猫が、そうなんですよね、いきなりのこの勲章を手に入れたというのは、はい、大石のこの喜びはおそらくトーナメントに優勝したことよりも
自分の飼ってる猫が勝ったという。そうですね、はい、新田猫選手は飼い猫の1匹ということになるんですね。そうですね、はい、あトロフィーありましたよ。はい、トロフィー、おあトロフィーがもらえるという、そうトロフィーがもらえるためのトーナメントだったんですね、はい、残念ながら賞金の類とかはなさそうなんですが、ないですかねやっぱりね、こういう時あの試合後用にね紙テープを用意してくださるというのもこの女子プロファンのいいところですよね。でもこれタッグチームとしてやっぱ勲章を手に入れたんで、はい、あのタッグのベルトとかね。あなるほど、まあ、これはね桜井無理やり組んだ桜井にはねこれぐらいのご褒美をあげてもおかしくないですよね。にゃーにゃー言ってますね。今日もお世話してワンデートーナメントニャンズ君が優勝したぞ、ねね、あ猫語を大石が通訳したということですね。訳してるんですね、はい、みんなポカーンとして聞いてますよ。ニャンがニャン、よしニャンズクラブが目指すのはただ一つタッグチャンピオンだ。あやっぱりやはりそれか、ニャンズクラブ。猫は一生ニャーニャー言い続けるつもりですかね、デビュー当初は普通に喋ってたんですけどね。これからずっと猫語で通すんじゃないでしょうか、はい、どんなにビッグになっても、はいはい、それはそれで彼女は一生の足かせになるかもしれないですけど、わかんないですよ大石誠選手もね、はい、やっぱ最後まで面倒を見てほしいですね。そうですね、猫好きとして、ここまでやったからにはね、はいはい、果たして新田猫選手が人類の言葉を再び喋る日はやってくるんでしょうか。壮大な話になってきましたね。壮大な話になってきましたよ。皆さんもねあの油断なく隙なく新田猫選手をこれからも見守ってほしいですね、はいはい、いやまさかね猫さんのお宅でこんなまだ試合してまだしデビューして10試合ぐらいしか試合ネコさんと組んで一緒にできると思わなかったって、ネコさんもまさか一緒にできると思わなかったって言います。ただまだ僕のネコに対する愛とネコさんの僕に対する愛の、ね、結晶だと思ってるんで、この調子でね、せっかくこんな立派な取り組みもらったんだからね、あれ狙っちゃうか。にゃにゃにゃ、俺たちのニャクベルトにゃねやめましょうよ。本当にまだまだね、まだまだ全部出し切って勝ったわけじゃなくて、まだまだ僕たち今引き出しがありますよ。僕と猫さんのね、まだまだこれから発展途上の地になったことを忘れなく、楽しみにしておけよ。せーの、にゃついに出会った運命の2人、志田ひかる、シュリ。今回2人が挑むのはインターナショナルリボンタッグ選手権。シュリさんとサリリボンタッグ選手権に挑戦したいです。2人の初対決は3月21日後楽園ホール。試合前から互いに運命を感じていた2人だが、意地と意地のぶつかり合いの末に生まれたものは互いを認め合う強い絆。本当にいいライバルだ。それでさらにまた火がつきましたね、その趣里さんに対する火が。カチッと自分の中でこれだって、この人だって思いました。そして迎えた4月16日大阪リボンではついに念願のタッグ結成。抜群のコンビネーションで相手を圧倒する2人。試合を初めてシングルマッチをやらせていただいた時はまさかタッグを組むなんて思わないので、本当にすごい嬉しくて、もうずっともう本当に素晴らしい選手で絶対運命の人だと思ってたんで、これでさらにプロレス界、さらにはその外にもう旋風を巻き起こしていけたらなと思います。
タッグ初勝利を挙げた2人は試合後、この試合で勝ったら決めていたことがあります。シェルさんと2人リモータル選手権に挑戦したいです。この2人のタッグならもうどこまでも行けると思うので、次の試合も2人で勝って上に進んでいきたいと思います。今回のタッグはもう勢いで行っちゃっていいんです。誰にも負けたくない、さくらさんにもレイさんにもシュリさんにも負けたくないっていう勢いで自分がもう勝手に行って、それがなぜか成立するタッグなので、今回はなんかそのタッグの試合ですけども、志田自身のその実力が試されるのかなってすごく思います。はい、そんな2人の対戦相手はインターナショナルリボンタッグチャンピオン、さくら、レイ。3月26日アイスリボン道場マッチでビーナスタッグを打ち破り、新王者チームとなったさくら、レイラが、私がとても強くなるためのモチベーションというか、自分の本来以上の力が出るとすれば、やっぱり誰かに挫折をさせるときなんですね。で、今回その志田と朱里がすごく勢いに乗っている、で、まあ、新しいスターが誕生するみたいなワクワク感を感じるとともに、あ、うん、今挫折させるべきかなっていうのはすごく感じるので、思い通りにいかない思いっていうのをもっともっとさせてあげたいし、あの彼女たちもすごく頑張ってる、私たちは頑張ってるっていうのがあると思うんですけど、実はそんなのすごく甘いんだよっていうことをこの試合で伝えたいです。2人の前に立ちはだかるさくらえみ、果たして運命タッグの行方は。インターナショナルリボンタッグ選手権試合、さくらえみ、レイ対志田ひかる、シュリ。ゴールデンリボン2011、いよいよセミファイナル、インターナショナルリボンタッグ選手権試合、20分一本勝負です。さあ源太郎さん、はい、まあアイスリボンにおいても非常に人気の高い、まあ、志田選手、そして、まあ、そのライバルでもある、そうですね、スマッシュの朱里選手がね、3月の後楽園ホール大会で、志田と朱里選手がシングルマッチをして、はい、まあ、志田選手が勝ったんですけども、そこでまあ友情が芽生えたようなもんですかね。ライバルストーリーの中で芽生えた友情という形ですね、はい、でこの2人がタッグを組むようになって、これが3戦目ぐらいになるんでしょうか、はい、スマッシュでもね、はい、スマッシュで初タッグをしたんですかね、アイスリボンで初タッグをして、そしてスマッシュの大会でもね、はい、で今回ついにこの人気タッグチーム、インターナショナルリボンタッグに挑戦ということになりました、まあ、流れとしては自然ですよね、まあ、そうですね、でも不気味なのが源太郎さん、はい、独裁者、そうですね、桜井美選手、はい、今回なんかこの今波に乗って上りに上ろうとしているこの2人に挫折を味わわせると、はい、挫折を、そんなこと先輩ですが言ったことあります？いやー、しかしね、本来本当に挫折を味わうべきはこの桜恵美なんですけどね、源太郎さんはそう思ってる、はい、はい、ここは素直に明け渡すべきだと思うんですけど、僕はむしろ味わわせたい、はい、ということは、じゃあこの今日シュリと志田ひかりはですね、味わわせるかもしれません、味わわせてほしいですね、さあこれから入ってきますチャンピオンチームです。第15代王者になります、はい、今回が3度目の防衛戦ということになりますね、まあ、4月9日アイスリボン280で米山香里、南光組に初防衛に成功しました、はい、そして 4.16 大阪リボンでつくしリホ組に2度目の防衛ということで、まあ、元々はねこのベルト3月に志田藤本組から取ってるベルトなんですよね、まあ、志田にとってはまあリベンジマッチともいいですよ ね、はい、まあ、かなりあの時はね赤いベルト赤いベルトってすごく大切にしていましたからね志田は、はい、でも源太郎さんこうやって、はい、まあいろいろ2人
悶着ありました、二悶着、レイとね、はいはい、タッグを組んで桜海老が、はい、チャンピオンになるってのもすごいですよね。いやとてもね、あの古くからあの、まあ、ガトークンニャン時代からね、はい、アイスルを見てる人にとってはかなり感慨深いタッグチームではあると思うんですよ。まあ私もね、あのこのレイ選手がまだ、はい、まあ、ガトクには入りして間もない頃ですか、あのいろんな団体にね、あのこのサクラミット社に回って、はいね、この2人のタグシングルマッチっていうのも何回も見ましたからね、それが今や若手の壁になって、そうですね、立ちはだかろうとしています、はい、さあまさにこの赤をイメージカラーとするこの2人、はい、まあおっしゃる通り赤いタッグのベルトは欲しいでしょう。そうなんですよね、まあ、指導言ってましたからね、このタッグベルトがなぜ赤いかといえば私が持つために赤いみたいな、言い切りましたね、確かそんなようなことを言ってました、はい、確かそんなようなことを確かさあここはクリーンにシェイクハンドから始まりますが一切気の緩みはありません。桜山は首里に対しては厳しい態度を見せます、はい、志田と握手しましたか、はい、先発はレイとそして志田です。さあ今ロングツッコでゴーッとワンクッションを置こうとしたレイに対してその隙を見逃しませんでした。やはり若い二人が積極的に仕掛けていきます。そうですね、うん、場外戦ですね、いきなり。おそらく独裁者はですね、はい、桜井がね、またあの先発レイに任せてたじゃないですか、でゆったり行こうと多分思ってたはずなんですよ。なるほど、はい、ここは若さで撹乱するべきですね。確かにこれはいい作戦だと思います、まあ、そのゆったりしたペースに乗せられてしまうと、はい、まあ、志田守備組は良さが出てこないという可能性もありますし、その良さです、良さすら桜井は完封しようと思ってるかもしれません。いつの間にかこう逆転してますね。あ、南側のこの通路で桜恵美70キロ、70キロかどうか疑わしいですけどもね、そこら辺はあまり深く詮索しないようにしておきましょう、80キロにしておきましょう。80キロに統一しますか。そうですね、はい、約80キロ、約80キロ、はいはい、まあ、たっぷり体重が乗っている逆水平です、重いですね、重いですね、お、いいですよ。しかし崩れません桜恵美。やはりこのチャンピオンチームの戦い方を見ていると、まあ、いわゆる顔じゃないという感じの、ね、はい、態度を崩していません。キャリアで言えばね、はい、比べ物にはなりませんから、うん、でもやはりこういう若いチームはそこをどうやって切り崩していくか、そうですよね、上にのし上がるためには。応援しているお客さんもこういった息のいいチームが勝つことは望んでいますから、はいはい、そうなんですよね。もういわゆる知名度人気というものは志田守備組っていうのはだいぶアイスファンにはもう完全に浸透してますので、まあ、ここから先は結果ということになるんですよね。そうですね、難しいですよね、特に独裁者に対しては、認めなかったりしますからね。そうなんですよ。さあ連発でレイが逆水平を打っていきます。これに耐える志田、今度はダブルで打っていく。レイはね、レイ選手はアイスリボンに、ね、まあ、再入団して、まあ、間もないわけですけども、はいはい、このね、まあ、フリーとしてまた参戦するようになってから、あまり表情がないと、ね、綺麗に技を出しているだけだという、そういう、そういう批判が、ね、多かったんですけども、最近はマスク越しに、ね、表情がよく見えるんですよ。あ、なるほど、はい、まあ、マスクマンだから致し方ないかなとは思うんですよ、しかし感情が出るマスクマンもたくさんいるわけじゃないですか。例えば重心スタンダーライガー選手とかね。そうですね、顔全部隠れてるのに、はい、体全体で、ね、はい、もう怒りから悲しみから全てを表現するじゃないですか、だからレイ選手もね、そういったマスクマンではあるけども、はい、ね、もうちょっと感情を出してくれという声はあったんですけども、はい、やはり独裁者にね、揉まれ続けて戦いがあったんでしょうかね。かなり感情が見えるようになりました。さくらさんはもう感情の塊みたいなんですよ、ね、そうですね、おっと、キレのあるサマーソルトドロップ、カウントは2です。こうマスク越しにね、この怒号杯がみたいな、そういう強気がまた見えるわけですよ、ここでレイに、前回の後楽園での、ね、タイトルマッチ、はい、本塚さんに挑戦した時は何かその、まあ、淡々としたイメージというものがあったんですが、そうなんですよね、はい、さあ今度はエースクラッシャー、カバーに入ります。これはシリがカットに入る。おお、カットに入ったシリに対しても感情をあらわにしていきます、
光ですよ。光ですね、チャンピオンチームは再び桜井恵美です。ハンマーを落としていきます。重いですね、こういうね、やっぱ体重が必要になってきますからね。お、ガラガラガラ、あ、ダブルアーム式のバックブリーカー、得意技ですね。はい、まだまだらしいです。もう一度連発で打っていきます。こういう時の桜選手はしつこいですからね、はい、すごいしつこいです。源太郎さんはもう間近で何度も見てますからね、はい、今度はおっとジャイアントバックブリーカー、はい、結構この腰を一点集中するのは桜選手得意でしてますよね。得意ですね、もうネチ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 と、まあ、源太郎選手もね、結構そういった一点集中攻撃得意としてますが、どうですか、同じこういう、おお、コンプリートショット。もしかしてここまでの粘着質らしさは出せませんね、やっぱりね。粘着質ですか、はい、はい、なるほど。ここはもう女性特有の、女性特有、はい、というか桜恵美特有、桜恵美特有ですね、これね、はい。まあ、女子プロレスから見渡してもここまでネチネチとした攻撃はできる選手はなかなかいないんじゃないでしょうかね。これはやっぱ意識してもなかなかできることではないと、はい、元から持ってる何かであると、はいはい、さあ打ってこいと待っています。いやー、音が違いますね、まあ、志田選手もだいぶ体を鍛えてね、パワフルにはなってきているんですが、うわー、笑ってますね、余裕の表情です。自らロープに飛んでガウッと、ここでシルのハイキック、あ、うるさいとばかりにエルボー。普通ね、あそこでちょっとひるむ場面ですけども、普通だったら逆にダブルですよ、はい、これはシナ、強引に持っていきます。やっぱ流れは変えたい。そうですね、しかし今日の独裁者はね、いつになく動いていますね、動き続けていますよ。そうですね、はい、なんかこの力で志田朱里組をなんか相手に、おっとバックラッカー、そして膝を打ち込んでいきます。まあ、志田選手のこういった打撃が冴えてくるようになれば、うん、かわしていくミドルキック、やっぱこういう打撃は桜選手にはないもん、まあ、苦手ですからね、苦手、まあ、でもたまにエグいキック出しますからねそうですか、なかなか隙がないですね、桜選手。あと桜とキックといえば、あの去年60キロまで減量した時に、はい、毎日サンドバッグ蹴ってましたね。そうなんですか。そうなんですよ。で今、まあ、70キロから80キロになった今はだいぶ増えきありますね、はい、なかなかそういうサンドバッグを蹴る姿は見ることはできない、まあ、絶対やってませんね絶対ですか。絶対です、はい、まあ、その代わりね、こういった重い技が増えましたからね、はい、あんまり重いも言うと本当に後で何されるか分かりませんけども、エルボー落としていきます。キレが落ちると重くなりますから。なるほど、はい、でもそれは両立なかなかできませんからね。そうですね、レイ選手は非常にキレが、あ、キレあります、はい、レイはキレあります、はい、エプロンから、うん、エルボードロップを落としていきます。やっぱり、まあ、ベテランチームといいますかチャンピオンチームは、はい、攻めのパターンがやっぱ変幻自在ですね。そうですね、的を絞らせないといいますか、まあ、それがキャリアなんでしょうけども、まあ、あと桜井美はね、あの男子プロレス育ちでもありますから。そうですね、はい、IWA ジャパンからね、はいはい、やっぱ桜井美のプロレスは男子のプロレスなんですよね、どちらかというと。そうなんですか、いわゆる全日本女子の系譜を通ってない。違いますね、やっぱりね、はい、ロメロスペシャル釣り天井型で、あ、これは膝狙いですね、この角度は。これ腰も効いてますね、そしてすぐにレーンにタッチ。ここで疲れたらすぐ引っ込むところなんかも男子に似てます。なるほど、はい、まあ、キャリアが長いとね、やはりどうしても若い選手に OSTO スタミナ的には対抗できないということがあります。ペース配分というのが大事です。はい、まあ、桜井もスタミナないわけじゃないんですけども、絶対に無理をしないという。無理をしない、はい、おお、いい払い腰です。今のは良かったですね、はい、そして顔面へドロップキック、カバーに入る。この2人は、ね、コンビネーションがいいですよね。やっぱ似てる選手なので、そのコンビネーションが非常に映えますね、はい。
まあ、桜見とレイに関しては全くコンビネーションらしいものはいないですからね、今のところね。そうですね、完全に個々の力で戦っている、それだけでも十分に強いという。さあ、持ち上げて、カナディアンはこれは着地されました。スマット、ロープに振っていく、これを切り返そうとしても、2位を打ち込んでから、いやー、カニバサミ。今日は志田がね、得意の膝をなかなか出せませんね。その直前でチャンピオンチームが止めてるという感じですね、はい。さあ、これは何かを狙ってますね、トップコーナー。さあ、これはキャンドルはかわしていきます。逆に志田がニュートラルコーナートップ。ああ、ハクツルですね。ハクツル、はい、長い足がコーナートップまで届きます。相手が思わず酔っ払ってしまうみたいな。あ、源太郎さんとか我々の世代はそんなそのイメージの方が強いそうですね、ミサイルキックカバーには行かず、さっきできなかった技を、下から今日はね、チャンピオンチームが志田に技をやらせてないような気がしますね。志田のいいところを封印してる、はいはい。まあ、これがいわゆる桜恵美の言うところの挫折を味わわせるという、そうですね、何もさせない、はい。弟子は谷底に突き落とすのが大好きですからね。大好きなんですか。大好きですね。あ、シュリが打ち負けました。しかしミドルキック、あ、バスオです。おお、いや、シュリが切れましたね、これは切れるべきですね、はい。この桜恵美のどっしりとした横綱相撲にやっぱなかなか自分のペースをつかめなかった志田修理組ですが、もう強引に割って入りました、そうするべきですね、やっぱり、うん。お腹を引っかいていきました。桜恵美70キロはジャンピング2位。そしておお、あ、掴まれた、受け止めた、ええ、いやー、これを強引にパワーバブ、つける隙がないじゃないですか。どうしたんでしょうね、今日の独裁者は、ええ、源太郎さんでもなかなか記憶にないぐらいの、なかなか見れませんね、こんな独裁者は、ファイトでも独裁者、はい、剣道でも独裁者、これ今ものすごく、はい、ものすごくストレートに膝がぶつかりました。いわゆる志田選手のスリーカウントに近い技ですよね、はい。カウンターのトラスティック、あ、でもだいぶやっぱ桜井も苦しそうな表情しています。いつもだったらあのトラスキックで全てをひっくり返してしまうんですよ、はい。そして志田が得意のブレンバスターをなだらしで狙っていくか、突破でいく、いく、あ、さあ突破でいきました。ダメだ、いや、そして間髪入れませんでしたね。そしてもうすぐニュートラルコーナー登っています。これをなんとか率先と守備がいきます。なんでこんなに志田だけに厳しいんでしょうね。やっぱ教え子だからでしょうか。そうですね、突き落としてますね、はい。あ、今度こそ、今度こそいけるか。さあ、いった、なだれ式ブレインバスター、これは効いた桜恵美。そしてこの試合封じ込まれていた志田の良さというものが今、おお、サンドイッチスリーカウント決まらない。蓄積がまだ足りてませんね。やっぱり必殺技一発で決まるほどまだ桜恵美にダメージがありません、さあ、一般出走からね、さあ来ますか、上げましたよ、70-80キロ。そして現しドライバー、これ3回目、ホールには行かず三角締めです。どうなんでしょう、この志田選手のグラウンドというのは、まあ、彼女は柔道出身ですしね、柔道家のお父様に育てられましたから。なるほど、一徹のごとき剣道柔道と、まさに武道を極めそうな、そうなんですよ、はい。しかしこれはロープに逃れられてしまいました。逃げ場のないところでもう出し惜しみしませんね、はい、シュリも行く、もうこの表情、独裁者はもう風前の灯火です。やばいですね、やばいです。
改めてリング中央ブレインバスター。これがやっぱここで戦ってきたチャンピオンチーム、コンビネーションを使えないとなると苦しいですね。苦しいですね。さあ今度ファルコンワレル、カウンター2。同じブレインバスターの体勢からどちらにでも行けるのが志田の強みですから。これやっぱやられる側はその時までやっぱ受け身を取りづらいという。どっちだよっていう。さあ後頭部に、そして正面からカウント3、3カウント。いやいや、何発打ってますか。いや、かわされてそのまま横入りして回転エビ固め、カウント2。あ、まずいまずい、シェリが間に合いました。高橋、いいぞ。さあそして上から追いかわされて、レイが間に合います。一進一退の攻防になってきました。追い詰められた時の桜井美のラマヒストラルが、これがまた怖いですから。怖いですね、自信持ってますからね、ラマヒストラル。いいところまで行ったね、若い子たちをどんどん潰していく技って言いますか。同集中誘ってちょっと動きが乱れましたね。バックアップダロップ、投げっぱなしました。ちょっと動揺してますね、チャレンジャーチームが。勝負どこなんですけどもね、もちろん桜井美も余裕はないんでしょうけども、はい、レイが投げっぱなし、ジャーマン。唯一元気なのがレイですからね。そうですね、今日はレイはどちらかというとアシスト役に徹しているというところがあります。ムーンサルトプレス、しかし権利は桜井美ですね。カバーに入らせます。カウント2。桜井美はね、もはや抑え込むエネルギーはないみたいですね。あ、逆水平もだいぶ重さがなくなってきました、はい。さあレイを使ってそのままフラカンラル、そしてここで出た天下の宝刀ラ・マヒストラル。うわー、足に間に合う、ハイキック。さあこれはチャンス、シダ・シュリグミスリーカウント。自力で返した、しぶとい。さあ今シルは完全にレイを抑え込んでいます。かわしてかわして、逆さ抑え、うわ、誤爆を誘ってスイニングリバース DDT から、さあ出た出た、これだ。もう一度マイスタラ、もう上から抑え込む、カウント3つ。もうこれ何回目だよっていう話で、うわ、桜井美玲の第15代王者が3度目の防衛に成功しました。いやー、残り2分30秒だったんですね、あと2分30秒粘れば少なくとも、独裁者とレイからね、あの王座剥奪できたんですけども。そうなんですよ、時間切れ引き分けの場合はね、王座剥奪ですからね、はい。いやー、しかし今日はなんか桜井美一人がどうしたんでしょうね、大暴れしてベルトを防衛したというイメージがあります、はい。まあ、確かに自分で言ったその挫折を味合わせるといった以上は、はい、自分が真正面に立って、そうですね、首里志田組に勝利することが大事だったのでしょう、まあ、レイが全く息が乱れていないっていうのが、いや、そうですよ、はい、これは想像以上に手強い、はい、厄介なチャンピオンチームになってしまいました。厄介ですね、もう志田が悔しそうじゃないですか。悔しいでしょう、谷底に突き落とされましたね。まさに挫折を味合わされた、はい。まあ、独裁者も体力的に挫折を味わったんですけど、はい、まあそれはね、またさらに増やすかもしれませんし、はい、これ足元が全くおぼついていないです。もし志田と首里が、作られようとするスターなら、もし望まれるスターだったら勝つところまでやりきらないと、それはすごく中途半端だと思います。勝って初めてお客さんの声援に応えられたり、運命の相手だって言えるっていうことを今日の試合で教えてあげました。はぁ、あ、負けましたね。負けましたね。すごいやっぱり悔しいですね。でもこのタッグでこれからどんどんやっていって、もっともっと急成長していくと思うんで、このタッグで今後も頑張っていきたいです。
く二人がベルトを巻いて退場していくときに本当にあの姿を自分たちがああいう風に出ていくところしか想像していなかったので、でもやっぱり負けたことは事実ですから、でもリング上でもやっぱり2人で言ったんですけど、まだまだこれからもちろんやることはいっぱいあるし、これからどん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 成長できる自分たちだと思っているので、挫折を味わってそれで終わりだったら何の意味もないと思うので、ここから這い上がっていけたらなと思ってます。ビーナスシュート、カバーに入る、片身が取れ、さあガッチリと抑えるカウントリッツ、第11代チャンピオン2度目の防衛に成功。3月21日に行われた ICE クロス60選手権で見事勝利を収めた藤本だったが、翌日に行われた初代 IW19 王者決定トーナメントでまさかの敗退。19時女子プロレスでIW19 という初代王者を決めるトーナメントがあったんですね。で、決勝戦で自分とつくしのシングルのカードがあったんですが、そこで自分は負けたんですよ、つくしに。自分は19時の負けたことを思い出してすごく腹が立ちました。自分も ICE の60シングルのベルトを持ってるので挑戦してください。はい、お願いします。今回は IW19 のベルトを藤本さんから取ったので、それは本当に ICE に近づけるチャンスだと思ったので、はい、戦う気満々です。大丈夫？やる気ありますか？あります！よっしゃ、5月5日！これで本大会メイン！藤本司、はい。しかし、決定！19時女子プロレス in 茨城では桜とのドローという結果ながらも見事ベルトの防衛に成功。レスリングスクールの子どもたちの期待を背負い、子どもの日である今日のタイトルマッチに挑む。茨城でレスリングスクールの仲間が応援してくれてて、その気持ちは絶対裏切れないので、子どもの日なのでその子どもの夢を守りたいと思います。子どもの日に勝つのは子どもだとか言ってるので、それをもう踏み潰して大人の自分がいろんな人生経験を教えてあげたいと思います。子どもの日なので、子どもの日は自分は子どもなので、後楽園のメインも立って子どもの夢を守って、自分が後楽園のアイスリボンの主役になりたいと思います。春風旋風は子どもたちの希望を乗せ後楽園に吹き荒れることができるのか。今日は子供の日、大人の藤本司がきっちりつくしから勝ちたいと思います。大人の厳しさ教えてやる。 ICE クロス60のベルトは藤本さんが持っても面白くないと思うので、自分が持って子供の夢を守りたいと思います。ICE クロス60選手権試合20分一本勝負、王者藤本司対挑戦者つくし。まずは青コーナーより挑戦者つくし選手の入場です。2011年ゴールデンウィーク5月5日後楽園ホールで行われましたアイスリボンゴールデンリボン2011もいよいよメインイベント第11試合、第11試合ですか。11試合ですよ。トーナメント長かったですね。はい、しかしやはり最後は ICE クロス60選手権試合です。はい、これが大事。あ、つく
牛ちゃんが、はい、IW19 のベルトを巻いて入場しますよ。インターネットレスリング19、はいはい、初代王者です。そうですよ。まあでもね、このベルトはね、後楽園ホールというか、ここではそうですね、かけられないという。そうですね、かけられない、かけられないですからね、はい、19時女子でないと。そうなんです。続きまして赤コーナーよりチャンピオン藤本司選手の入場です。迎えつは現チャンピオン ICE クロス60、そしてトライアングルリボンの2冠王者です。第11代王者が本日3度目の防衛戦になります。そして源太郎さん、先ほどのタッグ選手権試合と同じように、はいはい、この試合も時間切れ引き分けの場合は王者剥奪になるんですね。そうですね、20分一本勝負ですからね、ここら辺がやっぱりアイスリボンのタイトルマッチの厳しいところ。そうですね、まあ、長期戦に持ち込むという手が使えないという。そうなんですよね、源太郎選手みたいなタイプにはちょっと苦手かもしれません ね、 ねちょっと僕はね。じゃあ次、VKF のベルト防衛戦の時は20分一本勝負に、はい、で王者剥奪ですか。剥奪勘弁してください、はい、試合に先立ちましてチャンピオンベルトの返還でございます。一旦藤本司の腰からこのベルトが離れます。藤本司がね、たくさんベルトを持っている図っていうのがなんか板につきましたね。そうですよ、まあ残念ながらね、その三冠王者からはね、一つ減ってしまいましたけども、頂点には変わりないですからね。そうですね、本日のメインイベント ICE クロス60選手権試合20分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者、初代 IW19 チャンピオン関市、チャンピオンになり、そして再びこのクロス60王者挑戦の機会が巡ってまいりました。つくしです。引退試合みたいですね。赤コーナー ICE クロス60並びにトライアングルリボンチャンピオン藤本つかさ、今やアイスリボン強さの象徴、頂点です、藤本つかさ。でもついに藤本つかさもですね、こうやってつくしというね、下から突き上げてくる存在の挑戦を受けなければいけない、まあ、去年のね、ゴールデンリボン、はい、5月はあの時は3日でしたっけね、その時のメイメタイと桜井みたいリホ、はいはい、1年経ってまさかこのカードがメイメイとなるっていうのは誰も予想つかなかったんじゃないでしょうかね。桜井美ですら予想つかなかったでしょうね、ここ最近ですからね、このつくし選手の急成長で、しかもこの IW19 のベルト、いわゆるそのトーナメントで消したんですよね、そうなんです。しかもその時の相手が藤本司さん、だ藤本司にとってもチャンピオンという立場ながら、これは言ってみればリベンジマッチに近いですよね。そうですね、まあ、そしてね、アイスリボンの大会であるから、まあ、防衛戦は叶わないわけですけども、場合が場合だったらこれはダブルタイトルマッチになる可能性もあるわけです。いきなり丸め込んで、いや、さあそのまま腹が狙っていった、さあさあ秒殺か秒殺か、通過と。いや確かにね、忘れてましたね、つくし選手って結構秒殺やってるんですよね。そうなんですよね、桜井に3秒か5秒ぐらい勝ったことありますからね、アイスリボン記録を持ってるんですよね、はい、エアホイップです。これを切り返していく、突っ込んでくるところをよく見ています。見てますね、さあこれででもチャンピオンもちょっと落ち着けるんじゃないでしょうか。そうですね、はい、あ、さあこれ源太郎さん、今アマレスの特訓してるんですよ ね、 アマチュアレスリングの道場でね、はい、はい、日々厳しい練習を積んでるわけですけども、鹿島学園高等学校レスリング道場、はい、でもこのね、レスリングのテクニックをね、ちゃんとこうプロレスのリングで応用できるという技術を彼女は持ってるわけです。なるほど、はい、やっぱりそれいくらテクニックを身につけても、はい、なかなかやっぱそのフィードバックできないってことはあるんですかね。あります、あります。あのアマチュアレスリングとプロレスリング の、 違いに悩む選手ってのが結構多いんですよ。あ、そうなんですか、はい、バックボーンがうまく活かせない選手ってやっぱいるんですけど、はい、
彼女にとってはそれは当てはまらないです、ね、当てはまらない、はい、十分に生かすことができますね。ということはチャンピオン藤本司もああいうやっぱいつ出てくるかわからないタックルみたいなものにはそうですね気を捨てなければいけない、はい、さあこれは頭を踏み捨ててのボストンクラブです。まあ、藤本司もね、はい、まあ、筑紫選手もそうなんですけどもね、まあ、お互い短期間でチャンピオンに上り詰めたわけですけど、その要因としてお互い持っている密かな気の強さがあると思うんですよ、はいはい、よくね試合中に2人ともねおらーっつって感じを爆発させることが多いんですよ、今もそうですよね、まあ、なんだかんだって勝つために試合をしているわけですからなるべく構っちゃいらんないわけです。そうですね、まあ、勝つためですし相手を痛めつけて勝つことですからね、生半可な気持ちではこのリング上では戦えません、しかも後楽園ホールのメイン、はい、タイトルマッチです、まあ、でも藤本選手がでもついにねやっぱ頂点に立ってこうやって今アイスリボンを引っ張る存在になってるっていうのはどうですか、源太郎さん。まあ感慨深いものありますよね、確かに、まあ、最初はねマッスルガールでしたっけ、はい、まあ、女優さんがプレスもやりますよっていう形で入ってきた女の子たちがね、はい、こうやって後楽園ホールの命名と堂々と飾るっていうのはまあある意味のなんていうかプロレスドリームって言いますかね、プロレスドリームですよね、はい、でそしてその挑戦者として今このつくしがね、チャレンジしてるっていうのはしかもこの子は茨城から毎週プロレス教室に通って、はい、エキシビジョンを重ねてた、片道3時間かけて3時間、はい、でファン投票の末デビューが決まったんですよね、まあ、去年のねそのゴールデンリボンの時は、まあ、まだそのキャリアが1年未満ぐらいだったんですか、はい、あんまりファンの、ね、目にもあんまり止まる存在なかったんですけどもね、うん、本当今年に入ってその IW19 の、ね、ベルトが申請されるってあたりでこうメキメキと、ね、何かが弾けたかのような頭角を表しましたからね、何がきっかけになるか分かりませんね、あの紙テープの量を見ても今のアイスパンにとって非常にやっぱ期待されている存在、そうですね、おーすごい勢い余ってお尻から落下しました、はい、女性にとってはきついですね、お逆にやり返そうとした藤本に対してスリーパーホールド、そこからおあたまに見せるんですこれ空中コブラツイスト、空中コブラツイスト、空中コブラツイスト、別に浮いてるわけじゃないですけど、はい、なんとなくそう見えるという、あそしてパロスペシャル、はい、ウォーズマン式ですねこれはね、ですね、はい、本当のパロスペシャルあの、ね、ひっくり返ってますね、いわゆる筋肉マンでいうとオラップですね、そう、はい、お何かを狙っています、ロープに飛んでこれは福士が誘いましたね、誘って場外に落としていく、よく見ていますチャンピオン、さあこれはリスキーな技を狙っていくか、逆に、おお、すごい、危なかった危なかった、お、いやでもねチャレンジャーたるつくしももうなりふり構っていません、そうですね、うわあプランチャスイシーダー、いや今何気なく飛んだように見えますけどね、140センチ台の女の子があんな上から飛ぶってのは大変なことですよ、大変なことですし、はい、すごいなと思ったのがそのプランチャツイシーダーにほぼ自分にダメージを、はい、要するに受けて残してないですよ ね、 そうですね、やっぱああいう飛び技ってリスキーだから、どうしても自分の体にもダメージがあるんですが、カンカツ、いやちょっとチャンピオン押されています、押されてますね、あまり体力差っていうのも見えないですよね、そうですね、体格差はあるんですが、体力差というものはあまり旗から見受けられません、そうなんです、やっぱこれはおエルボー打ち込んでいく、このエルボー打ち込んでいくこの二の腕から肩にかけての筋肉やっぱ鍛えてますよね、鍛えてるんですよこれおお頭を抑え込んでローキックを打ち合っています、おおいい音しましたよ、入りましたね、かわしてもう一発、いや当然タイトルマッチ試合です、躊躇なく張っていきます、はい、別にね先輩の技だからつって、受ける必要ないですからそういう場合は、はい、どんどんやっちゃっていいんですよ、アピールしてるバイカチャンピオン、おてんぱダッシュ、おおおお、そして出ます、これは出ます、
フォアだろう。彼女がよく見せるフォアだろう。読み上がったね、しかもちゃんとおてんば出して腰にダメージを与えてからの。そうなんですよ。そして彼女は独特なんですけどもね、小さい体でね、はい、この弓矢固め効果出せるように足を重ねてるんです。あ、並べるんじゃなくて重ねてる、はい、そうなんです。自分の体格もねちゃんと使ってるんですよ。よく頭いいですね。頭いいです、はい、おお面白い、面白い、バックスライド。さあそのままライムライトのように持っていきます。モダンタイムズじゃないんです。ああごめんなさい、そうですね、モダンタイムライムライトは違いましたね。それボリショイさんの技ですね。あ、なるほど。まあ、両方ともチャップリンの映画なんですね、はい。それで間違えた。おおおお、これは新しいですよ。今のは新しいですね、はい、逆さ抑え込みでありながら首にダメージも与えるという、おお、そしてこれ足を十字のように、あ、これ変形弓矢固め、これ変形。いや長年プロレス見てきて